伊勢国造は、後に、伊勢国となる地域を支配した国の宮津湖である。仙台旧時本義国造本義に、伊勢国造とある。伊勢市。公営は、中富の伊勢を主とし、天平十19年に、村次政に、天平法寺8年に、阿尊政となり、天平神後2年には、伊勢阿尊に改正された。また、中富の伊勢宿根の姿勢も見える。 伊勢神宮下空使館の磯部氏も同系統とされるが、世代数が不自然であり、実際は丹波国像の支流が伊勢国像の系図に接ぎ木したもので全くの別属とされる。国像一族には中東神社社家の中、跡自家がいる。国像の本拠は伊勢国鈴鹿郡か、鈴鹿郡には国府村があった。国像の支配領域は当時伊国と呼ばれた地域で、 北の伊賀国像、南の島津国像を除く地域であり、かつ、伊勢国南部の川又県づくり、あの県づくり、飯高県づくり、渡来館主などの諸豪族の領域を除いた地域であったと考えられる。そうした場合、河野郡鈴鹿郡三重郡などが、国の宮津湖の領域であったと見られる。国像の放塞者は不明。ただし、 伊勢国内の天日別名を祀る神社としては、桑名ナ奏者などがある。ありがとうございます。